こんにちは、チャオカーネです、今日はいちごさんです。いちごだよティン前回質問コーナーをしてですね、また新たに質問がいくつかコメントがあったので、今日も少し、お答えしたいと思います。今日はね、3つですね、3つお答えしていきたいと思います。で、早速なんですけど、まず1つ目にですね、ブリーダーさんからもらうときに健康な体になるように、2匹しか生まれないようにしましたとお話を聞きました。生まれてくる赤ちゃんの数を意図的に変えることは可能なのでしょうかという、ご質問がありました。これはですね、正直言いまして僕は知りません。はい、初めて聞きました。うん、で、一応ね、僕が知らないだけかもしれないんで、まあ何でもね知ってるわけじゃないと思うので、一応うちのかかりつけの獣医さんにお尋ねしてみました。先生、そういうことできるんですかってことで、そしたら先生曰く、まあ先生も聞いたことがないと、うん、いうことでした。でね、もしするんであればおそらく排卵数を調整する、もしくは受胎数を、調整する、なんかホルモンのバランスをどうにかコントロールするってことになるんじゃないかなと思うんですけど、僕が知る限りでは聞いたことはありません。ただね、ベテランブリーダーさんの中にはそういう方法をもしかしたらご存知なのかもしれないですし、そちらのね、ブリーダーさんはその方法をご存知なのかもしれません。はい、僕は、初めて聞きましたし、無理なんじゃないかな、それはもう神様の領域なんじゃないかなって思いますけど、はい、ということです。すいません、答えになりませんでしたけど、ちょっとね、初めて聞く質問だったんで取り上げてみました。で、次の質問なんですけど、うちの容器は捨て犬で人慣れしていないです。どうしたら人慣れやしつけの仕方があるのでしょうかっていうご質問ですね。しつけに関することなんですけど、これもね、原因によって多分対処の方法が違うと思います。僕その子のことを知らないですので、ここでこうした方がいいよって言ってしまったことがその子に合わない、その子のその原因とは違うかもしれないんですね。ですから何とも言えないですし、僕はブリーダーではあるんですけど、しつけのプロではないので、ただしつけに関するご質問とかね、アドバイス欲しいですってことは結構あるので、今後ねちょっとプロのトレーナーさんとのコラボで、動画をね、しつけに関する動画っていうのはね撮りたいなと思ってますので、できたら、公開しますので、ぜひご覧いただければと思います。これもね、お答えにならずにすいません、申し訳ないです。で、最後に3つ目の質問なんですけど、これはね昨日の動画にコメントをいただきました。トリマーって、そもそも資格や免許とかなくてできるんですかっていう質問ですね。まあ昨日ホップか忘れてたホップのトリミングの動画で、まあ僕がね、トリマーではないと、なんちゃってトリマーなんだということを言ってたんで、えって思われたんだと思うんですけど、できるんです。これは人間のね、理容師さんであるとか美容師さんの資格っていうのは、国家資格ですよね。で、床屋さんとか美容室をする場合にはその資格がないとできないんですけど、トリマーの資格っていうのはこれはね民間資格なんです。それぞれのだから何か所かあるんですかね。一番有名なのはやっぱり JKC ジャパンケネルクラブの、トリマーの資格だと思います。いろんな競技会も行われてますし、で、まあ、JKC でいうと、まあ、C 級から A 級 A 級 B 級 C 級っていう、ランクがあるわけです。
この資格っていうのは、仕事をしていいですよっていう資格ではなくって、その人の技術、知識や技術ですね、トリミングスキルに対する資格になります。ですから、例えば C 級の人よりやっぱり B 級の人の方が、トリミングのスキルが高いという、認定ってことになりますね。じゃあその認定と、例えばサロンを開いて営業するっていう資格っていうのは別物になるんですね。ですから僕はトリマーのその C 級とか B 級とかは持ってないんですけど、まあ細々と、チャオサロンをやってるわけです。はい。ただですね、今度はね、営業ということですることになると、動物取扱業の登録が必要になります。各自治体、佐賀県で言えば、佐賀県知事の認可が必要になるんですけど、でこの前も少しね、動物取扱業について話したんですけど、ついでなんでね、そこまで少し話しときます。正式にはね、第一種動物取扱業ということになります。でこれにはね、7つ実は種類があるんですね。7つあります。何があるかっていうと、販売、動物取扱業の販売、それから保管、貸し出し、訓練、展示、競り斡旋業、それから成就使用業という7つがあります。簡単に言うと、僕みたいに、ブリーダーとかですね、ペットショップさんであるとか、子犬を販売するにはこの最初の販売っていう資格がいります。で、美容業ですね、トリミングであるとか、あとはペットホテルであるとか、ワンちゃんとかを一時預かる、そういう業種の場合は、保管っていうものが必要になってきます。で、貸し出しっていうのは、テレビなんかで出てるね、タレント犬だとか、モデルの猫ちゃんだとか、そういう、所属してるプロダクションなんかありますよね。そういうところは貸し出しっていう認可がいります。それと訓練士さんとかトレーナーさんであるとかいうのは訓練、それから動物園とか水族館とかいうのは展示ですね。それから今オークションってあります。ワンちゃん子犬をね、オークションでいろんなペットショップの皆さん、バイヤーさんたちが競り落とす、そういう会場を設けて競り業を行う場合には、競り斡旋業っていうものが必要になります。それと、成就使用業っていうのは、老犬ホームとか老猫ホームとか、年取った、年齢がいったワンちゃんとか猫ちゃんをね、預かるっていうような施設が最近はね、ありますよね。そういう施設を、運営していくには成就使用業という、動物取扱い業が必要になります。それでうちはね、ワンちゃんのお譲りもしてます。でトリミングもしてます。ですので、第一種動物取扱業の販売と保管という2つの認可をいただいてます。ですので保管の認可ももらってるので、トリミングの、勉強したわけでもない、C 級とか B 級とか A 級とか持ってるわけではないんですけど、営業自体は可能になります。これがないとできないんですけどね。ということで、トリマーじゃなくても、できるんですけど、ちゃんとしたトリマーさんにお願いすることをお勧めします。なんちゃってじゃなくてね、ですから僕もね、やってるっては言っても、そのチラシ言ったりね、宣伝したりしてそのトリミングを頑張ってるわけではないです。主にうちの子たちとかがね、遊びに行きがてら少しね、僕でよければってことでやってる程度ですので、それでもね、やっぱ認可はいるので一応取ってます。でこの第一種取扱業で5年ごとの更新になるので、5年ごとに、保健所さんの立ち入り検査とかもあって、なんかいろいろ調べられるんですね。ですから僕は2つ持ってるんで2回来られるんでね、もう1回にまとめてよって言いたいんですけど、それとこれとは別なようなんです。ということで、少し今日はね、質問にお答えしましたけど、参考になる部分、初めて知りましたっていうような部分とかね、あればいいと思います。今日もね、ご視聴ありがとうございました。今日はいちごちゃんでした。いちごだよー。あとね、YouTube の他に僕はね、ブログと、Instagram と、やっております。
で、この動画の下のね、説明欄の方にブログのリンク、インスタグラムのリンク貼っておりますので、チャオカーネの日常の様子なんか写真で見ていただけたらなと思います。ぜひね、フォロー、いいね、コメントよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。ではでは。よし。